さんこんにちは、海老沢あかねです。はい、YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、15日ぶりにライブがあるということで、お昼がですね、バー黒月さんでライブイベント、そして夜はですね、1日店長イベントがございます。なのでですね、今日はライブとイベント、1日ね、私がライブイベントをする時のレポート動画を撮っていきたいなと思います。普段のライブ前のルーティーンだったり、ライブ映像だったり、そういうのもね、載せたいなと思っておりますので、どうぞ最後までご覧ください。どうぞ。朝ごはん食べに来ました。ちょっともう食べちゃったんですけど、すき家の定食セットです。いただきます。はい、ということで黒月さんやってまいりました。こちらのビルの4階ですね。駅からも近くアクセスが良かったです。それでは行ってきます。バー黒月さんにやってまいりました。こちらお店のアイコンにもなっていらっしゃる女の子の、見えるかな、はい、イラストがございます。かわいい。うちにはね、チェキとかがあったりとかするんですけれども、後でね、お店の様子をお伝えしていけたらなと思っております。どうぞお楽しみにお待ちください。現在しきぷちゃんのステージなんですけれども、愛ちゃんもしきぷちゃんも2つ結びをしていたので、私もちゃっかり便乗して2つ結びにしてみました。今日はアップテンポとバラードの曲両方歌うので、しっとりと歌い上げて盛り上げていきたいなと思います。それでは行ってきます。Yeah.
ということで出番が終わりました。25分間めちゃめちゃあっという間だったんですけれども、どの曲も楽しく歌うことができました。黒月さんのステージは私が立っててビューっていう全部がね見渡せる感じだったので、お客様のね皆さんの顔を見ながら歌えてとても楽しかったです。皆様ご来場いただきましてありがとうございました。それではこれから物販タイムですね、行ってきたいなと思います。はい、ということでライブが終わって物販も終わりました。今日共演したわじゃいちゃんです。のファンの皆さん、こんにちは。愛ちゃんとはですね、普段からライブでもご一緒させていただく機会が多くてですね、ツーマンライブとかもたくさんやりましたね、うん、はい、今年もね、どうぞよろしくお願いします。愛ちゃんのチャンネルのリンクも貼っておきますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。はい、ということで黒月さん名物の黒月ラーメンを注文しました。めっちゃ美味しそう。そしてファホネタイさんからいただいた地元柏のエビスタイ焼きをいただきました。お好みタイプですね、これめっちゃ美味しいんですけど、早速食べていきたいなと思います。いただきます。カレー作るよ。ということで本日沙織ちゃんが来てくれました。イエーイ、あいちゃんありがとうございます。いいえ、商店に続き、はい、カレーも食べてくれてありがとうございます。これはどうしたんですか。これは、はい、パファネタイの方にプレゼントしていただきました、はい、ありがとうございま す。パーカーと T シャツとトートバッグかな。そう、そうねちのね、最近出したこちらパーカーさんと、あとはこちらのT シャツと、そう、あとね、トートバッグということで、たくさん使ってください、沙織ちゃん。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、1日店長イベント、無事に終了いたしました。はい、パファネタイの皆様が遊びに来てくださって、カラオケリクエストをしたり、私の手作りカレーを食べてくださったりと、とても嬉しい一日を過ごすことができました。皆様、本当にご来場ありがとうございました。ということで、ちょっと帰りのね、準備をしたいなと思いますので、もうしばらくお付き合いください。ライブのチケットが結構出ました。めっちゃありがとうございます。ネッチ企画次2月19日に企画やるんですけど、そのチケットが結構出ました。ありがとうございます。熱い、時間がないよね。全部袋に入れちゃう。今日ライブは何歌ったんですか。今日はお昼がね、ライブがあったんですけど、お昼は自分のオリジナル曲、夜にカバー曲歌おうってましたので、お昼は自分のオリジナル曲のマスターアイドル、まりちゃんとね、舞台で一緒にやらせていただいたマスターアイドルと青い春ファーストシングルと、のぞみとめめんともりっていう命をテーマにして書いた曲と、あとは最後にファイトファイトネッチ歌いました。いいね。そうなんですよ。今日はなんか元気系でいきたいなと思って。一応アイドルさんはね、出てらっしゃったので、うん、弾き語りとかシンガー系よりはそっちの方がいいかなって思って、鳥だったので。やめさせていただきました。私ね、そう15日ぶりのねライブだったからさ、めっちゃ楽しくって、うん、やっぱなんかライブしてないと自分じゃないなって思うし。ライブをしてる時の
自分がなんだかんだ一番好きな人なので、私にとってライブってめちゃめちゃ大切なことなんだなって思って、ね、ファンのみんなに対してありがとうっていう気持ちが募るしさ、うん、それをなんか歌と言葉で伝えていけるのってすごい貴重だなと思って、うん、一人一人のさ目を見て歌えるからこそ、なんかこういう近いね、ファンの距離が近いライブって貴重だなって思うんだよね。いいよね、うん、なんかライブハウスと違うからさ、うん、なんだろう、半円にお客さんがいるってことでしょ。そう、面白いですよね、あのここのお尻もいっぱいいただいちゃいました。なんかね、山岡屋のラーメンももらったの、醤油と塩、私がね大好きなラーメン屋さんのラーメン、癖になる味ラーメンの山岡屋っていう。でもラーメン今日なんかめっちゃもらって全部紹介できてないんですけど、ちょっとなんかラーメンめっちゃ長くない？これ私何日生活できるんだろう。めっちゃラーメンもらった。すごい。最近ね、ラーメンあんま食べてなかったんですけど、これでまた私のラーメン生活が始まりますね。あ、すごい、こんなにいっぱい。やばいよね、すごいよね。わ、これ美味しそう。ニンニクと一緒にパワーをチャージ。にゃんにゃんラーメンですね。美味しそう、ね。あ、にゃんにゃんって読むんだ、それ。危ない。あとなんかね、別の方だったんだけど、ここもらった。別の方からもらったの。静岡の方と関東の方からいただいて、たまたまね、ここで2種類いただきました。かわいいよね、この子って。どうしよう。すごくない？これめっちゃ緑。めっちゃ緑メロンソーダ。美味しそう。配信で、ね、飲むんだよね、ジュースは。ありがたく。普段ね、私ジュース買わないからさ。そういちゃんお家でジュース飲みます？普段。基本お水かな。あ、本当？うん。私もずっと最近お水にしてて、でも配信のさ時とかにさ、うん、乾杯したいなって思ってさ。うんうんうん。いざさ、なんか冷蔵庫とか見るとさ、なんもないの。あ、これいただいたけどめちゃめちゃ美味しかった。おせんべいなんだけど、あられみたいな。うん、よし。ということで本日はですね、こちらバー黒月さんにてライブイベント、そしてですね1日船長イベントを行わせていただきました。店長のムンさんです。はい、バー黒月店長のムンヒジです。今日はありがとうございます。めっちゃ楽しかったですね。楽しかったです。本当に盛り上がりましたね。めっちゃ歌ってくれましたよね。そうですね、今日15曲歌いましたね。ですよね、昼と合わせたら、はい、そう15曲を歌わせていただいて、皆さんもね、なんか昼はオリジナルソングで、うん、夜はカバーで、はい、歌わせていただきました。黒月さん あのラーメンがずっと食べたくて、そう言ってくれてましたよね。あのラーメン名前なんて読むんですか。あの黒月チンタンラーメン。チンタンラーメン、チンタンって言います、うん、これそう、これをねずっと食べたくて、あの今カメラマンをしてくださってる沙織ちゃんがこの間あの SNS に載っけてらっしゃって、ね、めっちゃ食べたいってなって、うんうん、そしたらね、あの今日あるということで食べさせていただいて、一口目に食べた時に煮干しのすごい美味しい香りがして、うんうん、これ煮干しベースですかって言ったら、さすが、ね、ここで、そうなんですよ、ここであの煮干し油をもうお店で作ってるんですよ。でラーメン屋さんとコラボしてるので。あ、そうなんですね。そうなんです。あの今はちょっとあの、うん、なくなってしまったお店なんですけど、はい、うん、本当にこのラーメンの職人さんと、うん、一面卓上さんっていうお店が、うんうん、あの一昨年ぐらいまであったんですけど、そうなんです、ね、今はあのなくなってしまったんですけど、うん、そこの店主の方と黒付けでコラボして作ったラーメンで、結構本当に本格的な ラーメンすぎてびっくりしました。ライブバーではあんまりなんか食べれる感じじゃないような本格的なラーメン。皆さんのね、あのツイッターとかでもあの食べれて飲めて歌えて全部楽しめる、そうなんです、ね、五感で楽しめるライブバーを目指して、ね、本当に素敵だなと思って。あと私のコハネ隊の皆さんがクリームソーダを頼んでらっしゃって、それがすごい綺麗な色味にしてらっしゃって、これこちらです。なんと何色あるんですか。11色あるんです。はあ、結構綺麗な、今日頼んでいただいた皆さんバリエーション良かったです、ね、今日もなんか3種類頼んでくれてて、ね、ちょうどこの色でしたね。ちょうどこの色でしたね。すごい綺麗な色で、そうなん
なんですよ。なんか結構クリームソーダ置いてあるお店とかもあると思うんですけど、うん、なかなかその自分の推しの色が、うん、例えばオレンジとかピンクとかってなかなかそのクリームソーダなかったりするじゃないですか、うん、それをなんか11種類あればどれか当てはまるんじゃないかなって思って作ってみました。なるほど、ムーンさんもやっぱりあのアーティスト活動とかアーティスト活動してらっしゃったからこそ寄り添えてる部分もすごくあるなって思って、ありがとうございます。そう、今日もスタッフさん皆さん女性だったりと、そうですね、やっぱ女性ならではのアットホームさがあったりとか、そうですね、私もねすごく居心地が良かったです。嬉しいです、まあ、ご飯も美味しいしアットホームだし、お客さんもみんな楽しんでらっしゃって、あ、嬉しいです、うん、それが嬉しかったです。ごちそうさまでした。いや、もうありがとうございます。今日もたくさん食べさせていただいて。そうですよね、はい、私今日ね、あのそのラーメンと、あとパネタイさんにいただいた、あの、なんでしたっけあれ、ね、お好みたい焼きを食べながら、黒付きエールを飲ませていただいたの。黒付きエール。そう、それもたまたま全部。そう、たまたま、たまたま打ち合わせなかったんですけど、たまたま全部持ってた。そう、たまたま。すごい。これ、女性、めっちゃ好きだと思います。うん、フルーティーなビールになってて、うん、ビール普段飲まないっていうような人も飲めるし、うん、でもなんか結構ちゃんとコクもあるので、うん、ビール好きな。男性も美味しいって思ってもらえると思います。うん、これはあれですか、黒月さんのがビール屋さんとコラボしてるって感じですか。まあ、コラボっていうか、あのブルアリーに私たちが作りに行ってこうやって麦を煮込むところからやったんです。すごいですね。私とこの料理長が主にこう、あやちさん、あやちと一緒に作ったんですけど、すごい、こう2人でこう混ぜたりとかして、まだ結構じゃああるんですか。そう、600リットル作っちゃって。600リットル、そう、1800杯分瓶でありますよね。そうです、1800本分作っちゃって。じゃあまだまだありますね。まだまだあります、うん、でもこれ本当に美味しかった。そうです、ぜひ、はい、2本飲んじゃった。あ、2本飲んでましたよね。飲んでました。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。で、私のオリジナルコクテルも出していただいて、はい、私もね、いただいたんですけれども、うん、ちょっとアルコールとノンアルで少しだけ味が違うんですよね。そうですね、変えてみました、ね、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで、こちら黒月さんはですね、あの横浜の館内にございますので、皆様もぜひね、あのお腹空いた時とか、あとちょっとなんか女の子に優しいなって思った時とかにも、あのぜひね、来ていただけるような場所でございますし、ライブイベント以外にもあの日本酒会だったり、あ、そうですね、あと夏メロンのイベントとか、そうです ねやってらっしゃったりするので、いろんな、はい、あの食と音楽と、うん、あとサブカルと、ね、いろんな方面でのイベント開催してますので、うん、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、はい、Twitter の方とかリンクも貼っておきますので、そしてね、皆さんまたぜひ共演も、あ、はい、ぜひです。発車タイムはね、共演だったんです。そうなんですよ、そうなんですよね。今日ね、あのお店の方と演者みたいな感じ、ね、こういう形で今日お会いできて、はい、ね、本当に嬉しいです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またこちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、本日はバー黒月さんにてライブイベント、そして一日店長イベントを行わせていただきました。皆様この動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひぜひ高評価とチャンネル登録などなどよろしくお願いします。以上、海老沢タレビスター、そして本日はムーンキジさんにゲスト出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。